JCOM で KNTV をご契約の方の KNTV プラスへのログイン方法です。 KNTV プラスホーム画面の右上のログインを押してください。 JCOM パーソナル ID でログインを押してください。JCOM パーソナル ID、パスワードを入力してログインを押してください。電話番号またはメールアドレスに届いたワンタイムパスワードを入力して OK を押してください。ここにチェックを入れると一定期間追加認証の入力が省略できます。個人情報の提供に同意するを押してください。KNTV プラスに戻り、追加個人情報を入力してください。A、利用規約に一括チェックを入れる場合はこちら。B、利用規約に一つずつチェックを入れる場合はこちらを押してください。利用規約に同意後、会員登録を押したら会員登録完了です。会員登録が完了しても自動的にログイン状態にはなっていないため、再度ログインを押してください。 JCOM パーソナル ID でログインを押してください。JCOM パーソナル ID、パスワードを入力してログインを押せばログイン完了です。電話番号またはメールアドレスに届いたワンタイムパスワードを入力して OK を押せばログイン完了です。これで KNTV プラスを楽しんでください。